ターボトレインターボトレインとは、ユナイテッドヤークラフトが製造した高速列車である。カナダでは1968年から1982年まで、アメリカ合衆国では1968年から1976年まで運行された。使用される車両は、両端に機関車を、その間に客車を配置した、純動力集中方式。機関車は、 ガスタービニエンジンで発電した電力デモーターを駆動する電気式ガスタービン機関車で営業使用された史上初のものであり、車体傾斜式車両としても初期のものの一つである。車両思想のルーツは1950年代のチェサピーク、オハイオ鉄道に遡る。それはまだガスタービニエンジンの使用は想定されていなかったが、車体傾斜機構、 両端に配置された機関車、2枚以外の殻が合わさったような前頭部の貫通ドアなど、高速走行のための様々な革新的な研究がなされていた。両端の機関車の間に客車が挟まれる編成とする方式で、客車には次のような車体傾斜機能がある。各車両は車端部の屋根部分で両側の車両から吊り下げられており、一軸連接台車から 空気バネを挟んで車体と結ばれ、さらに車端部の屋根部分へと伸びた複雑なリンク機構があり、カーブに差し掛かるとこれが作用し、天井付近を回転の中心として車体下部が外側に振り出される。車両は重心を低くするために床の高さを通常のものより7 5トル低くしてある。 これは日本の3 8 1系とは大きく違っている。3 8 1系は台車の上で車体が左右にローリングするもので、その回転の中心は床の少し上くらいとなり、カーブの内側となる車体は通常よりも内側に倒れ込む。一軸台車の連接機構を持つため、原則として編成を組み替えることができない。客車を増減したい時のために、 前頭部に貫通ドアが設けられており、二編成を連結する際には、ホロで結ばれた。これらの機構は特許であり、アメリカウニー油が北東回廊で高速試験を行う際、エンジンをディーゼルエンジンではなく、ガスタービンエンジンに変更した以外は、特許をほぼ踏襲した。ガスタービンエンジンは有名な、プラットホイットニー PT6 に小変更を加えた ST6。 このエンジンは4000から5000馬力を発生し、トルクコンバータを介して減速した上で発電機を駆動する。また、第3機場から終電する装置も搭載していたので、手前にトンネルのあるニューヨーク州のグランドセントラル駅までエンジンを停止した上で乗り入れることができた。このエンジンは非常に小さく軽い。質量は補給を入れて、 わずか300ポンドしかないため、エンジンはドームの下に配置され、空いた反射分のスペースは客室とされ、その部分はパワードームカーとされた。両端の機関車には車体傾斜機能はない。CN のターボトレイン1966年5月、カナディアンナショナル鉄道は、モントリオールトロント間の列車に使用するために、7両編成を5本発注した。 製造は、モントリオールロコモティブワークスで、UAC、カナダが製造した ST、ST-6 エンジンの供給を受けた。当初、CN は2編成を連結し、14両編成、定員644名で運転する計画だった。しかし、実車が完成すると計画を変更し、9両編成3本とした。余った車両は4両編成2本に組成して、 アムトラックに売却したが、うち一編成は1973年の試運転中に貨物列車と接触、賞損した。ターボトレインの公開試運転は1968年12月に大勢の報道関係者や電気産業メディアを招待して行われた。不運なことに、その運転中にキングストン郊外の踏切でトラックに衝突。問題は、 冬のカナダ寒さに起因するブレーキシステムの凍結が原因とされ、1969年1月、早々から予定していた営業運転ができなくなった。1973年後半になって、ケベックシティウィンザーコニドーのトロント、モントリオール間で、ようやく営業運転が開始された。CN では略してターボと名付け、停車駅はドーバル、キングストーン。 ギルドウッドのみとした。往復ともトロント、または、モントリオールを12時45分と18時10分に、発車し、モントリオール、または、トロントに16時44分と22時14分に、着くというダイヤであり、夕方の1往復は土曜運休であった。昼間の列車の所要時間は3時間59分であり、夕方の列車は4時間14分であったが、 それまでの最速列車ラピッドより1時間以上の時間短縮となった。ビア鉄道のターボトレイン CN としてのターボトレインの運行は1978年までで、以降はビア鉄道へと引き継がれ、1982年12月31日まで運転された。後継となったのは、ボンバルディアトランスポーテーションの電気式ディーゼル機関車が牽引する LRC である。 CN の記録によれば、ターボトレインの利用率は97%を超えた。廃車後は全車両が解体されており、現存するものは存在しない。アムトラックのターボトレインターボトレインは1968年より、アメリカでも使用が開始されていた。運行経路は、ボストン・ニューヨーク間で、運行会社は、初期は、 ニューヘブン鉄道の地にペンセントラル鉄道そしてアムトラックへと継承された。アメリカではターボトレインは当初三両編成で1972年からは五両編成で運行された。最高営業運転速度は時速160キロメートルであった。1967年12月20日、北東回廊にあるアメリカウニショー賞の高速試験線において ガスタービン車両における世界最高速度170.8マイルパーアワーを樹立した。この試験船はニュージャージー州のトレントンニューブランズウィック間の PC の幹線上にあり、記録は3両編成の列車で達成された。この記録は現在に至るまで北米における量産車の最高速度記録である。なお、カナダでの最高速度記録は140.6。 マイルパーアワーである。1976年9月をもって、アムトラックでの運用を終了した。運用終了後は、イリノイセントラル鉄道へ上渡する計画もあったが、実現には至らず、全車両が解体処分された。2000年代初期には、ボンバルディアトランスポーテーションが150マイルパーアワーで、走行可能な新たな車体傾斜式、ガスタービン動車。 ジェットトレインを試作し、ビア鉄道と共に、カナダ政府にアプローチしたが、実現しなかった。アメリカ合衆国特許、第285万9705号、機関車の詳細、前頭部間通路、運転台パース図等、アラン・アール・クライプアメリカ合衆国特許第342万41005号,号、連接車における一軸台車、アラン・アール・クライプ、この特許に、 リンクの構造や車体断面図があるので参照。http コロンスラッシュスラッシュニュースドットグーグルドットコムスラッシュニュースペーパース、二度イコール千三百十アンド、ダットイコール千九百七十七万四百十アンド、id イコールホジラバジアンド、シドイコールゾシリアボジアンド、ピコグラムイコール四千五百五十五、二百六十一万九千二百六十七、友人レジスター。 ガード、エイプリル10 1977.、1七7 7アムトラックペダリングイッツヘッドエイクス。ザ、トレインズワーテークンフロムサービスラストセプテンバー&、ナウアレアイドルワットザフィールド、エスポイントメンテナンスヤードニアプロビデンス、RI。ありがとうございます。